はい、高橋良太郎です。女性の方へシリーズでございます。女性の方へということで、ですね、ギフラテの木っていうのがあるんですね。ユフラテの木っていうのがありましてですね、その木の実を食べるとですね、超能力者になれます。はい。で、これね、この木の実にですね、ドルベスチンというですね、物質が含まれておりましてですね、そのドルベスチンっていう成分がですね、眠っているですね、超能力をですね、目覚めさせてくれるんですね。で、超能力って言ってもですね、いろんな能力がありましてですね、多分ですね、全部かどうかわかんないんですけど、ほとんどですね、大小はあると思うんですけれども、これが開花されるっていうことでございますね。はい。ユフラテの木っていう、ことでございますね。その木の実を食べてくださいということでですね、詳しくはですね、お調べいただけたらなと思います。はい。ありがとうございました。失礼します。